さんこんにちは、中野美久です。今日はアイスボックスの政治の壁、いいなと思ったのを紹介していこうと思います。慣れない解説動画だけど、こういうの憧れてるからやらせてください。今回は全部守り側の壁を紹介していこうと思う。まずは A メイン、まあこれはちょっと王道というか、まあ当たり前すぎてなんだけど、まあ、ぜひおすすめというか強いと思います。こうやって上に乗ってピークできるし、敵視点だとこんな感じ。次はここの赤い矢印に立ってもらってフェイク壁になるんだけど、お分かったかな、だいたいこんな感じ。ここ通れるんで、そうこうやってピークできる。相手からだとこんな感じに見える。ちょっとびっくりするかも。次 B サイト側、今回の VCT でクルーのマジの選手がやってたやつ、やっぱりプロが使ってると説得力があるっていうか、実戦で使えるんだなって思うから、どんどんやっていっていいと思う。敵視点から見るとこんな感じ。最初は本当に一瞬わからないからめちゃめちゃ強いと思う。次にサイト上のキッチンからつながってるところのこの壁にぴったり立ってもらって、ジャンプすると少し後ろに下がるんだけど、そこからこの2個箱が重なってる上の箱の下のラインの真ん中にエイム合わせてしゃがみジャンプで壁を叩きます。壁の端っこギリギリに立ってもらって上から覗くって感じかな。敵視点だとこう全くわかんないよね最初。ホップステップジャンプで実戦で絶対キルできるから積極的に使おう。ってな感じです。他にもいい壁あったら Twitter とかコメントで教えてください。じゃあねー。